久保さん、お疲れ様です今ですねワンツー動画をねプレゼント企画やってたんですけどワンツー動画を撮り終えまして25本ぐらい撮りましたね6時間ぐらいやってました6時間ぐらい <laughs> 一人一人ねうわー言うてたんですけどこ何があっても大丈夫ってあの大丈夫なようにした人じゃないと大丈夫力って作らないんですよ なんか例えば100時間ライブやったことありますよ、20時間ライブやったことありますよっていうことを乗り切ってる人は、まあね、1時間ぐらいの小1時間だと余裕だし、でもそれをなんだ乗り越えてないというか、うん、なんだろう、例えば腕立て伏せをね、やってない。で、いきなり1000回やれって言ったらね、多分無理っす、ね、無理 <laughs>。だけど、一日、毎日300回ぐらいやってたら、多分千1000回やれって言ったときに、 頑張ればできるかもしれないです、ねうん、か結局そのやってることしかやれないんですよ、うん。でもみんなやってないことをいきなりやろうとするんですよ。それはできないよねと。でそのできない自分に対してまたなんかあどこで言うんですよね。いやいやいややってることをやりきってやれるようにしてやれるからまたやれるしそうしたらまた新しい挑戦もできるしでも何もやってないんだったらその挑戦もできないし。 ん体力つかないですよねうんそうああその2万本ぐらいをやってきましたけどやってきたからこそ今もできるっていうねそうえっ、まあ、鼻くそですよね鼻くそです <laughs> だから僕もね久保さんと違って久保さんペナルティですけど僕は赤番食らったことあるんでうん で、赤ンくらって僕がすごく大変だったのが、ポータルサイトに限定動画でね、全部貼り付けて、その商品で有料で売ってたやつがあって、300個ぐらいの限定公開の動画があって、ソースコードがね、またおじゃになって、それを書き換えるっていうのがね、超大変で。だからもうその経験したんで、僕はもう、あの有料なやつはアカウントは、ま、もう完全分けてるんで、R34 マガジンは赤ンくらってもいいように、もうしてますから。 無,無料のね別に消えてもどうでもいいっていう <laughs> ねそうだそれリスクヘッジしてますねそれも一回経験したから、まあ、次またねその 3, もう3日ぐらいかかったんですよそのソースコードを張り替えるのにまあもちろんね方法としてはまた新しく新規で作るっていうのもあるんだけどもいや300個のコンテンツなんかそれを新しく作るっていうかセミナー動画だったんでセミナーをまた同じようにやれるかっていうと やれないので <laughs> うんだからそこはねあの学びましたね逆に3日間コピペしてまあ一応バックアップファイルねあ,のあったやつは修復して別チャンネルアップしてただそのバック,ファバックアップファイルなかったやつがあるんですよでそれまた作り直してってやったんですが超大変でだから1回経験するとねあの免疫つくしまあコロナもそうじゃないですかかかるとなんか免疫つくみたいなうんだから免疫に弱いと